hope you're doing well. I know it's been a while, but you're still in my heart. I wonder if you think about me now and then. こんばんは。さてさて、どれでしょうか。今日はですね、2024年11月4日、マンデー、月曜日。今ね、朝も9時56分、気温は27度、クラウディーとなっております。さあ、今日もね、今ここにいるということは、そうです、仮日に来ております。今日はね、仮日で2時間ね、カルチャーのレッスン、コーチが入っているので、コーチのお仕事が入っているので、私はね、今日も京都で第4コーヒーさんでね、ちょっとコーヒーを飲みながら、モーニングコーヒーをね、飲みながら、パソコンのね、仕事をしたいなと思って、今向かっております。さあ、そしてさ、この間買ったあのポップコーンなんですけど、すっごい美味しくて、私ね、もうハマっちゃってさ、もう一瞬であのカップがね、なくなりました。アロハミックスっていうやつにしたんですけど、そう、キャラメルとあとチェダーチーズとふりかけのフレーバーでね、意外だったのがふりかけのフレーバーがすごい美味しかった。びっくりしました。そう、なんかこうチェダーチーズとね、あのキャラメルは想像できるじゃないですか。一時期ね、めちゃくちゃポップコーンね、グルメポップコーン流行ったし、もう本当にね、そんな感じ、よくね、どこでもね、販売されているようなフレーバーではあるんですけど、でもね、ちゃんとね、なんて言うんだろう、こだわって作っていてね、手作りでね、されてるしね、ココナッツオイルを 100% 使ってるらしくてね、体にもいいらしいので、はい、あ、ちょっと長くなっちゃった。というわけで、今日は仮日からスタートです。Hey, I hope you're doing well. I know it's been a while, but you're still in my heart. I wonder if you think about me now and then.Like、I do right、now about you. さあ、今ね、向かっております。もう覚えたのでね、ほんとすぐそこだったからさ、しかもあの旗がヒラヒラなっているっていうところをね、もう覚えたのでね、簡単。まあでも歩いてここを行く人はいないのかな。車もね、駐車場が目の前にね、何台ぐらいあるのかな、4台ぐらいは止めれるはずです。そう、駐車場もあるしね、すごく便利だなと思いました。そう、今日はね、日本へのお土産じゃなくて、あとね、ハワイで普段ね、お世話になってる方々に何か買えたらなと思っていて、そうなので2個か3個か、またね、多分明後日にね、明後日が通常仮日の日なのでね、水曜日がね、水曜日にも来るからね、そう、その時にね、日本へのお土産も、それはカルちゃんと一緒にね、見れたらなとは思っています。今ね、朝のね、10時ちょっと過ぎなんですけど、ほんと過ごしやすくなりました。前はね、1ヶ月ぐらい前はもう暑くて暑くてね、10時もね、ちょっとうーってなってたんですけど、今はね、余裕で外に出れる。はぁ、嬉しい。駐車場は何個あるのかな、気になるところですね。このポップコーンとクローズ？え、ちょっと待って、なんでクローズ？え、なんでクローズ？え、なんで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 ？マンデークローズだ、最悪。え、いやー、まさかのね、マンデーがクローズだったとは知りませんでした。でも、もうこれで覚えたぞ、まあ、皆さん、マンデーは、月曜日はクローズなのでお気をつけください。また水曜日来よ。そうだね。さあ、私はね、今ライオンコーヒーに向かっています。今日はね、月曜日なので
このあとね、夕方からはね、カカアコの日なのでね、カカアコもね、ゆっくりとお散歩をね、しようかなと思っています。なのでね、ちょっと仮日だけ、仮日ではさ、このいつもと同じパターンでね、ライオンコーヒーだけになってしまうかと思うんですけど、今日人が少なかったらちょっと久しぶりに店内の様子もね、お届けできたらなと思いますが、でもね、いつもね、10時とかね、この時間帯ちょっとね、人が多いんですよね、お客様がね。そう、できるかな。私がいつも行くのは水曜日なのでね、水曜日はさ、日本語のツアーが行われてて、それとね、ちょうど被っててね、日本の方がすっごい多いんですよね。そう、でも今日はどうだろう。月曜日ライオンコーヒーも閉まってるとかないですよね。どうしよう、そうだったら。まあ、そうだったら違う場所に行きましょう。開いてるかな。開いてますように。オープンだった。あー、よかった。オープンですね。なんか少ないかな。ちょっといつもよりは車の数は少ないようには見えます。どうだろう。めちゃくちゃ人がたくさんいらっしゃいます。お客さんが、さっきまでね、すっごい日本の方々がね、本当に多くて、今日ツアーの日なのかな、今日月曜日もなのかな。本当にね、たくさんの方々が来ていてね、皆さん爆買いされてました。いいな、私も爆買いしたいなとかね、思いながら見ておりました。で、今はね、減ってきたのでね、ちょっとビデオ回してます。これクリスマス限定のお豆が出てますね。こっちはキャラメル、カカアコキャラメル、メリークリスマス。こっちはフロスティーバニラと、このね、イエティがね、ちょっと前からだと思うんですけど始まった気がする。ちょっと前だと思う。あとアイスコーヒー、これは9.99 ドル。これも 9.99 ドル。あ、バネ、何これ、あ、なんだろう、これ 25% オフ、期間限定、どういう意味だろう。かわいい、このイエティの、やっぱりこれお土産にすごくいいと思います。30ドルと36ドル。こっちの大きさ6ドルしか変わらない。迷いますね。ぬいぐるみも、あ、久しぶりにビデオをね、ここで回しましたね。空がめっちゃ綺麗。夕方の部です。今ね、カカアコからね、アラモアナまで歩いてこようと思ったんですけど、雨がね、急に降ってきちゃって、ちょっとカルちゃんにね、ごめんって言って送ってもらいました。そう、今日はですね、ちょっと絶対ね、アラモアナセンターにね、来たい用事があって。そう、それは何かというと、アロハコレクションとハワイアンエア、ハワイアン航空がね、コラボレーションしてるんですよ。しかも私その情報を知らなくて、インスタでね、見かけたんですけど、3日前からだったかな、スタートしててさ、もしかしたらもう売り切れてるかもしれないけどね、ちょっとね、売り切れてないことをね、願ってね、見に行きたいと
思います。あら、気づいたらさ、クリスマスになってる。もうここら辺飾りが出てますね。あ、見えるかな。あれあれ、どこ、見えてない。あ、ここか、ここ、ここ、ツリーはまだかな。あ、あるかな。あ、ない、全然ない。あ、あったあった、あの入り口の中にもっと、あ、あった。でも売り切れてそう。はい、ね、全然ないじゃん。せっかく買いに来たんだけど全然ない。これしかない。ポーチが欲しかった。めっちゃ可愛い。残念。どうしよう、これかこれしかないです。じゃあ絶対こっちがいいんですけど、$55、なかなか高いじゃん。どうしよう、本当はこんなにあったのに。かわいい、やっぱりこれ買おうかな。やば、迷ってたらさ、最後の1個になりました。わお、びっくり。もうこれは買うしかない。買いましょう。あとタンブラーも。やばい、買ってしまいました。最後の本当に1個だった。そう、最後ね、今私とね悩んでたねおばさまがいたんですけど、おばさまがね、最後1個買うか2個買うかってことでね、ディスプレイのもね取ってってね、もう最後の1個でこれどうするってなって、もう私もう買うっつって買っちゃいました。でも可愛いからさ、ショルダーじゃなくてね、メイク入れのポーチとして使いたいなと思います。いや、まさかね、こんな全部ラスト1個の時に来るなんて思ってもなかったけど、もうとにかく無事に、ひとまずね、欲しい形ではなかったけど買えたのでよかった。ああ、クリスマス可愛いですね。あれ、なんかディオールのあのアンブレラの色もちょっと変わったような気がする。気のせいかな。ここもね、ちょくちょく変わりますよね。さあ、というわけで今日はどこ行こうかな。いやー、本当に買う予定なかった。いや、予定はなかったわけじゃないんですよ。あの、普通にね、小さいコイン型のポーチと、あとはね、本当に大きいサイズのスーツケースにかけれるバッグがね欲しかったんですよ。それがあったら絶対買おうと思ってたんですけど、まあでもね、もう全てにおいてこれがラストって言われたのでね、ラストに弱い私だけかな。もう最後の1個とか言われるとさ、買わんと絶対後悔するって思ってしまうのは私だけでしょうか。でね、今ちょっとね、店員さんとね、他の方がね話してたのが聞こえたんですけど、あのエアポートとかね、違う店舗でもねこれ発売してたんですよね。そうだけどね、もう全部売り切れだよって言ってて、もうオンラインもさ早々に売り切れてたりしてたからさ、いやもうこれは買うしかないと思って買いました。もうめちゃくちゃ自分に対しての言い訳なんですけどねなのでさ、ちょっとだけこの中身をさ、ゆっくりと開封というかお見せしたいなと思います。ちょっとリモアの前でここに座ろうかな。さあ、今日買ったのはじゃじゃーん。そう、こちらはですね、ちょっとまあずっと探してたね、お世話になった方にへのねギフトということでね、ちょっとお家時間もねその方増えそうなので、パソコンのねお仕事をね今後されるってことなのでね、このタンブラーにしました。ガラスのタンブラー。そう、ハワイってさ、まあ、もちろんね、あのホットとかも飲むんですけど、私だけかな、どうだろう、アイスコーヒーの方がね、アイスコーヒーとかアイスラテの方がね家で飲むんですよね。だからデザインもね5種類ぐらいあったけど、アロハアロハアロハって、もうめっちゃハワイのものにしてみました。ちょっとこれはねもうギフトなので開けれないんですけど、ラッピングしないとね、ラッピングしようかな。
はい、そしてじゃ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 ーん、今買ってきたものがじゃじゃんじゃじゃーん、これです。いやでも可愛いな、やっぱりこのデザインめちゃ好きかもしれん。ここにねアロハコレクションって入ってて、スペシャルエディション with ハワイアンエアラインって書いてあるんです。でね、このタグもめっちゃ可愛くて、タグまでもなんかねちゃんとこだ、あ、ピントが合いません、あ、スペシャルエディションでさ、見てこのタグ可愛くないですか、ハワイアンエアラインとアロハコレクションの。いやこれもうみんなにお土産で買いたかったけどね、ほんとポーチがあったらね、あの仲良くしてるね福岡の子たちに買っていこうと思ったんですよ。でもそんなの全然もう夢の夢の夢でしたね。やっぱ初日に買いに来るべきだったな。いやでもめちゃくちゃ可愛い。しかもねストラップがねこれついとって、ついてて、そうこれねストラップがねまた可愛かったんですよ。太くてねぶっとい感じのストラップがねついてて、じゃん、これこのカラーもねハワイアンエアのカラーでめっちゃ可愛い。ハワイアン、ハワイアン、ハワイアン、可愛くないですかこれ、すごい可愛い。本当はね私はねこのポーチだけが、声が裏返っちゃった、このポーチだけがね欲しかったんですよね、もうポーチで言うと。でもまあもうそれはねもう売り切れてたから、ストラップ付きで、お値段いくらだったんだろう、さっき50いくらって言ったけど、54ドルだ、あ、ピントが合いません、54ドルでした。でもね、まあ、可愛いしね、メイク入れにメイクポーチとして使おうかな。 あのコイン型とさ大きなさショルダーバッグみたいなのめっちゃ欲しかったな。まあいっか、可愛いものが買えました。え、今気づいたんですけど、中にもさこうやってハワイアロハ、あ、見えてなかった、アロハコレクションスペシャルエディション with ハワイアンエアラインってここにも入ってる、かわいい。え、ちょっと待って、今気づいた、あ、ダブルポケットだこれ。え、中にポケットが、知らなかった。あ、これはいいかも、すごい便利じゃん。あ、やっぱりもう一個買えばよかった。いやーすごいかわいい、なんかレターも入ってる。あ、95年なんですね、ハワイアンエアラインができて、なのでダブルネームでコレクションしましたよって入ってる。あ、昔のねかわいい。あ、よかった。いやちょっとね55ドルだからどうしようって思ったけどね、まあその高い割にはね、高いわけはねちゃんとあって、このストラップがついてるのとダブルジップで中にポケットがあるっていうね、ここポイントでしたね。買ってよかった、かわいい。さあブラブラしてたらね、もうねこんなに暗くなってしまいました。何回行ったり来たりしてるんだろう。昨日もねアラモアナセンターに来てねブラ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 していてね、昨日はねこのアロハ来れなかったからさあれだったんですけどね、まあ今日はねゲットできてるし、え、ちょっとなんかリストックとかされてなかった。あー、よかった。さあというわけでね、ちょっとねカルちゃんがねもうすぐ終わるのでお腹空いたって言っててね、フードコートに韓国のねお店があって、そこがね6時過ぎてからかな、6時半過ぎてからかな、7時過ぎてだったかな、そう閉店間際になると、40% オフに、ね、なるんですよね。そうだからね、あのタイミングが合えば買っとってって言ってたので、キンパがね食べたいらしくて、お弁当というか多分キンパとか、あとは何て言ったかな、まあ、なんかねあればね買っといてって言われたのでね、今ねちょっとフードコート2階3階の方っていうのかな、1階ではない、3階2階なのかしら、何でしょう、こっちは何階なのかな、メイシーズの近くにある側のフードコートにね今向かっております。どうしよう、6時からだったらさ
もう終わってるかもしれない、残ってるかな、そこすごい人気でいつも行列なんですよね。この、 半額ではないけど 40% オフ始まるってなったらさ、みんながどうぞどうって、もうローカル人たちがね、私も含めね、行くんですよね、よく。でトッポギだったりとかね、私たちはよく買うんですけど、ね、美味しくてね。そうそう、しかも前はね、なんかあんな感じじゃなくて、ちょっとね、なんか改装してね、おしゃれになっちゃってね、値段も少し上がったんですよ。前はもっともっと安くてね、良かったんだけどね。まあまあまあ、でもね、アラモアナセンターで出店するっていうか、買うとなるとね、そのぐらいなのかな。そう、韓国のね、お弁当屋さんで言うとね、私たちは本当はね、サウスキングにあるね、風情、なんだっけ、お名前忘れちゃった。多分2回か3回、映したことないかな、1回くらい映したことあるかな、ウージョン、あ、忘れちゃいました。そうそう、そこがね、好きなんですよね。今度ゆっくりと撮影してね、お届けしたいな。でもバタバタしてるからね、ちょっとお昼とかはさ、じゃあ買って食べていくよみたいな感じなのでね。まあでもね、できるだけちょっとどこかで時間をとってね、撮影したいなと思います。いいですね、この上からの図も。ここはさ、ちょっと人が少なめでね、私にとってはね、こう撮影がしやすいんですよね。下はさ、人がね、いっぱいいてさ、なんかね、ちょっと気まずいので、あえてこの2階っていうのかな、3階、ここをね通ってます。上に登ったり下に行ったりね、お散歩がてらやってるのでね、今はまた下に下っております。そう、今日はね、小雨なのでね、外をお散歩できなかったからね、アラモアナセンターを私は散歩コースとしてね、めっちゃブラブラしてる。残ってるかな、残ってるといいんだけどな。イヤスメさんもね、するんですよね、セールみたいなね。前はね、半額なってたんですけど、最近 20% とかでね、まあ、それでもね、美味しいしね、買うんですけど、どっちでもいいですね、どっちか。韓国の、そう、ちょっとお惣菜系、おにぎりっていうか、キンパね、キンパかおにぎり、スナックとして食べたいって言ってたからね、この多分帰りの車の中で食べたいのかな。なのでね、ちょっとね、今もう早歩きになっちゃった。意外と遠かった、気づいた場所があっちすぎたな。はあ、いい香りがする。そう、ちょうどね、イソップの前を通るから、今ね、ふっと思い出したんですけど、幼なじみにね、誕生日でもらったイソップのボディクリーム兼日焼け止めっていうやつをね、もらったんですよ。これがさ、めっちゃ良くて、そう、それね、顔用もあるみたいなのでね、そう、顔用をね、そうだそうだ、買おうと思ってたんです。でもね、もうなんせね、ブラックフライデーがね、強いか近いのでね、もうすべて私はブラックフライデー、サイバーマンデーセールでね、何でも買おうとしているのでね、ちょっと待とうかな。そしてね、日本にも行くので、日本に行ったらね、日本で買った方がさ、免税が効くのでね、やっぱ日本で買うのがいいかな。しかもまたね、円がね、下がってきたっていうのかな、
のでね、そうそうそう、私たちにとってはねすごくね嬉しいのでね、まあ、それもありだなと思って、はいという話をしていたら、このフードコートに着きました。ラナイフードコートっていうのかな、ラナイって書いてる、あのラーメンが、あどっちもラーメン入っとうわ、なんて言うんだろう、上の方ですっていうのかな。わ人めっちゃ多い、あ売り切れとうかもしれん、あ売り切れとうかもしれない、あるかな、あちょっと待って、めっちゃ遠くでしか見えないけど、安めさんは 20% オフなのが見える。あ韓国はあれあれ、いつもの札がない、いつもね札があるんですよ、 50% オフみたい、あれ 40% オフかな、見えた見えた、でも商品がねなんか全然なさそうな気がしますよ、あるのかな、わめっちゃ買っとう、みんなめっちゃ買っとう、あ 50% オフだ、やったー、なんか買おう、はいはい、わー美味しそう、あでもキンパとかない、はい、縮み、さあまさかのねちょっとおにぎり類が全部売り切れていて、ちょっとしたねお弁当とおかじのセットみたいなのと、チヂミ、一番上はチヂミにしました。でもこれでね、13ドルです。めちゃくちゃいいスナック。スナックって言ってももうすぐ8時なんですけどね。さあ、夜ご飯の前にね、カルちゃんが食べます。私はチヂミだけ食べようかなと思います。でね、もうちょっとさ、手がさ、パンパンすぎて、お散歩がね、できないので、しかもペーパーバッグがないって言われてさ、なのでね、私のお決まりのね、もう楽天にね、楽天さんにね、向かいたいと思います。そう、残念なことにね、来年からね、楽天に行ける制限がね、決まっちゃってね、まあ仕方ないかな、仕方ないですよね。そうそうそう、思いながらね、もうみんな在住ハワイのね、お友達たちみんな言ってますけどね、まあ、そうですよねって思いながらね、ちょっとね年内はねたくさん利用させていただこうかなと思っています。はいというわけでね、多分今日はここで終わりになると思うんですけど、今日もね最後まで長い時間、長くなったかわからんか、今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございました。さあこれもね買えたしね、ギフトも買えたしね、いい一日になりました。ではでは皆さん、また明日、バイバイ。いくらと思う、これで。言ったよ、私がめっちゃいいよね。こっちはね、キムチチャーハンと、ちょっと落としてスパイシーチキンだって。いいね、グッドじゃん、これで13ドルです。